海と日本プロジェクト in 青森県、リポーターの早乙女舞香です。今回は深浦マリンキッズにやってきました。子どもたちにどんな体験が待っているのか楽しみですね。海にちなんだ体験活動を通じて自然の素晴らしさを教えてくれる深浦マリンキッズ。この活動のメインイベント海洋自然学校では2日間にわたってスノーケリングや生き物観察を行います。海とたくさん触れ合うまたとない機会に子どもたちも大喜び。このマリンキッズは、深浦町の主産業であります漁業の方に子どもさんたちにも関心を持っていただきたい。そのためにも海と友達になっていただくというか、海を知っていただきたい。最近の子どもたちはプールとかそういうところばっかりですので、なかなか海に入る機会が少なくなっています。で、海の魚でもそういうものを知らないという人が多いので、そういうことをこの機会に、教えてあげたいと思っています。サザエとかウニとかを見つけました。みんなといろいろ見つけて楽しかったですか？はい、タイド、タコド。私も今度スノーケリングに挑戦しようかな。次回は同じく深浦町の青森海キャラバンをお伝えします。海と日本。